なんかめっちゃいいものあるよ。ここ知らんかったわ俺。俺は道を踏み外してる可能性はある。アナトリーとかって男を信用していいかとかは結構微妙なとこだぞ。どう考えてもさ、アナトリーの方がさ、まあダメなわけじゃん。あ、武器だ。お、武器だよついに。おいおい、すごい。こんななんかすごいね。え、あ、なんか何何。そうです、よくご存知で。まあ分かった。え、なんこれ、え、なんこれ、え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 、なんこれ、拠点、本当の拠点じゃん。使えるんだ。あ、メンバーになれば使える。とりあえず入っていいよまで来てて、よし、え、これか。動物の死骸を見つけるにはブレーキが役に立つし、彼は高層ビル近くで目撃されるホームレス。まあ、この辺だよね。で、これとアナトリー系で言うとこのシェフのやかね、これどっちがいいんだろう。どっちでもいいみたいな。許可証を盗んでもいいし、このなんか印鑑を探してもいいみたいな話してたよね。これなんかさ、聞いたらわかんのかな。あ、そうだって俺マスクしても、まあ、汚い。あ、汚くない、汚くないモードや今。許可証、なんか印鑑持ってた方がなんか役に立ちそうだけどな。高層ビルの近くで、高層ビルってこれのことなのかな。ねえ、ちょっと話を聞きたい。え、なんか今日あんまりみんな話しかけてくれない。ブレケケホームレスを探しています。あ、でもこれとかなんかめっちゃホームレスっぽいな。見て、見たら、あ、いたいたいた。ブレケケナゲット?ナゲットを指さす。俺が聞いてみよう。あ、俺か。アズダール。ナゲット王さん。あ、すいません。ブレーキ系。おぉ。ここクリーなわけね。彼らにとったね。バロンが支配して、なんとか、バロンが支配して、奴の独裁終わった。お、よかったよ。え?そう、死体を探してます。お前はこの美しさに目を見張るだろう。ありがとうございます。ちょっと引き換えが欲しい。王妃が必要。膨張式のな。どういうこと?だって、膨張式って、そういうことね。あ、売ってもらうこともできるんだ。王妃も出せるし、信頼が勝ってもできるし、売ってもらうこともできる。100あれば一応売れる。ですか、バロンの話も聞いとくか。めっちゃ長い。次。ああ。クソ野郎はな。どういうこと?よくわかんねえな。よくわかんないけど、一旦、この、ラブドールを手に入れる。置いた棒り。これでもなんか、あれだな。100円払っちゃった方が早いか。払うか。早いこっちの方が。で、オッケー。んで、100円だったらね、まあ、正直、そんなに大変じゃないしな。よし、持ってきたぜ。なぜだ?アドリーさん、なんか、斜めなんだよね。あれ?持ってきたけど。待って待って。だってアイテムにあるでしょ?動物の違い。あるね。飛ぶことはない。あ、違うか。これで、なんかやんなきゃいいんだっけ?ミセス、スパルナの店に行かなきゃいけないのか。え、これ大丈夫かな?これやって。なんか。だってさ、うん、だって、人の、人の店の前に死骸置いていこうとしてるじゃん、これ。このバッテンマークあるからな。スパルナの店ってこっちにあったりするのかな。でもここやね。違う。あっ。なんかめ、回復のタリスマン。なんかめっちゃいいものあるよ。ここ知らんかったわ、俺。
材、え、ピッキング道具とかもあるやん。え、これやっていいのかこれ俺。ちょっと悩むな。あ、個性的な服だ。服だよねや、布だ。うわ、100円なのか。悩むなこれ。いや待て、俺は道を踏み外してる可能性はある。アナトリーとかって男を信用していいかとかは結構微妙なとこだぞ。なんか前よりちょっと買ってるこれ。給水タンクだって200円。へえ。どう考えてもさ、どう考えてもさ、アナトリーの方がさ店もしょぼいしさ、まあダメなわけじゃん正直。だからさ、アナトリーのさに肩入れする理由はさ、よく考えたらあんまりないよなと思うんだけどな。どうなんだろう、実はあの人悪い、こっちの人悪い人みたいな可能性もあるけど。だからちょっと一回そう許可証の方にしよっか。ドクターハンサムのジェシコフ、ジシュコフか。ドクターハンサム、キャラクタードクターハンサム。これ一回出会ってないとさ、ダメなのかな、出てこないもんね、これもね。こう見ると、あんまり進んでないね、やっぱり。クエストが。そろそろ本格的になんかやらないとな、多分やばいよな。え、なんかさ、俺あんまり右上にさ、この状態だとさ、デイいくつってさ、出てないじゃん。あんまり気にしてなかったんだけど、デイ10とか書いたんだよ。よし、か。まずは、これだ。ここ。許可証が欲しい。で、それもらえれば、多分そのバイトの100円よりは、高い給料がもらえるんじゃないかなと思うんだよね。だからそうすると、まあ、この物乞いを異様にたくさんやって、お金を稼がなければいけないって時間をね、ある程度はこう、短縮ができるのではと思うんで、結構向こうだな。結構向こうだね。行くか。あれ？鍵かかってない。これは？これいらない。ガスパイプ？あ、武器だ。お、武器だよ、ついに。おいおい。武器やんきついに。拠点、備品商。拠点に置くと多分、増やせるのかな？この辺か？なんか雰囲気的にこの辺だね。お姉さんなんか知らない？すごい、こんななんか、すごいね。なんか、すごいタバコプカプカ吹かせるタイプじゃない感じだけど。え？雨降ってきた、やっべ。これか？トニー。カンカン。え？え、あ、なんか、何？そうです。よくご存知。え？何？ハードラッカー、ハードドラッカー持ち込まない。酒は飲んでもいいよ、量は控える。千鳥足で来たら、あー、オッケー。もう上がった。え、なにこれ？え？なにこれ？え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 、なにこれ？拠点？本当の拠点じゃん。でも食ってないんだ、お前ら。え？マーシャ。あ、自己紹介、どうも。え、なんか急に話が。トニーさんっていう人が割とここの縄張りの、あれなんだね。メインの人なんだ。何か、明日のランチ。ああ、そういうことね。ご飯作ってんだ、みんなの。あ、もちろん。手伝えること。この食料外にいるベアに渡してきてない。外で一人ぼっち。オッケー。ベアくんね。うん、すごい。すごい。ベアくんね。この辺は普通のノンプリキャラクターか。え、これすごいな、ここ。え、なんか今までのさ、
俺が思ってたとなんだろう、いわゆる拠点、まあそこの拠点も全然、あ、汚いけど、あ、使えるんだ。あ、メンバーになれば使える。とりあえず入っていいよまで来てて、そういうことか。はい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 、守護者です。ここに入れるやつは俺が決める。ありがたい。デザイルことあります。床板鎖落ちちゃうのに崩壊しなきゃいけない。肉体労働、いや、そういけるよ、いけるいける、任せろ。ポリエチレンシート、木の板、釘、ポリエチレンシート、多分拠点に帰ればあるかも。あれだよね、多分さ、いっぱいあるよな、こういうとこ。雰囲気的に外にいるって言ってたもんな。雨降ってない？ベア、ちょっと位置が違うな、こう見ると。行ってみる、裏手の方かもしかして。あ、ここか。スター、よし、これで中に入れないってわけなんだ。昔、あ、まずマーシャのやつやろう。ジェシコフにしていたらしい。オッケー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 。この話がここで、ね、こうやって繋がってくるんだね。いいね。物置どこにありますか。え、何欲しいんだい。足の調子が悪い。感染症が根付いてる。抗生物質。あー、オッケー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 。どっち。あれ、なんだこれ。悩ましいけど、悩ましいけど、まあ、正直結構貧困法制に来た方がいい説があるんだよ俺の中で。まあ、スリはスリで多分なんかやれるといいことあるんだろうけどな。スリ氏の顔です。酒飲んどる。うわー、抗生物質あるかな。ガーニブラブラミあるやん。70円買える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 。オッケー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 。ちょっと金減っちまったけど、まあしゃあないわ。じゃあこれであいつを助けるぞ。オッケー、みやちゃん持ってきたよ。やるよ。ハンサムの小屋について知ってることを話すよ。ドクターハンサムはジシュコフの北の方にある小屋に小屋運んでんのか。オッケー。ジシュコフ、え、なんかあれ、まだ黄色い。あんまり酔っ払ってるとさ、ここに入れてもらえなくなるからさ。やべん、助かった。ちょっと濡れてるからね。よし、多分お手伝いみたいなのを、まあ、しっかりすれば、ここに、ここの施設が使えるようになるんだと思うんだよな。北の方のこうやって、これか。ここがジスコフってとこだね。ここやね。あ、じゃあ、あれだ。シスターのとことも近いから、まあ、行っていいか。雨いつやむんだろ、これ。あ、間違えた。これじゃない。これ、こういうところがさ、実はあれかなと思ってたんだよね。なんだこのパークが必要か。なんださっきみたいな拠点なのかなと思ってたんだけど、なんか違ったね。普通にああいう感じであるんだ。ここか。ピッキングやんけ。よし、え、これか。おお、なんか増えてる。洗濯用洗剤。一旦こんなんでいいか。逃げろ。よーし、ハンコもらえた。ちょっとずぶ濡れだな。